最初の6ヶ月は無料にした方がいいよ。ただ胃アンが好きでも即決するのはやめた方がいいよ。安楽以下で AGA 治療が受けられるのよ。ねえマリサ、ダイアンの2人が出演してるイースト駅前クリニックの CM 見た？見たわよ。どんぐりコロコロの替え歌で AGA 治療を説明してるやつよね。そうそう、あれを見て私もイースト駅前クリニックに行こうと思ったんだけど。ちょっと待って、いくらダイアンが好きでも即決するのはやめた方がいいわ。イースト駅前クリニックにはメリットもあるけどデメリットもあるのよ。で、デメリットもあるのか。じゃあ今回はイースト駅前クリニックへ実際に通った人の口コミや評判をもとにメリットとデメリットを解説するわ。よろしくお願いします。このチャンネルでは育毛に関する様々な知識を紹介していくぜ。薄毛予防や実際に髪を生やした話なども公開予定なので期待して待っててね。まずはイースト駅前クリニックの特徴から説明するわね。イースト駅前クリニックは全国に40院の店舗を構えており、 AGA クリニックの中では比較的大手に分類されるわ。最大手は AGA スキンクリニックだよね。また店舗が駅近なのも特徴よ。ほぼ徒歩3分以内にあるわ。高立地、でもその分テナント代も高いんだろうな。空いていれば予約なしですぐに診察ができるのも嬉しい点ね。会社帰りにサクッと診察ができるのはめちゃくちゃ便利だね。じゃあ実際にイースト駅前クリニックへ通った人の口コミを見ていこう。まずは良い口コミから。加藤先生が親身に話を聞いてくださった。誰？待ち時間が短くて良かったです。薬を郵送で着払いで購入できた。今までのところが休診日だったが、ここは休日でも営業してくれていた。休日の診察は助かるよね。じゃあ次は悪い口コミね。診察してもらいに来たのに薬の説明しかしない。男性スタッフが学生バイトのような対応で医療機関とは思えない。確かにクリニックでバイトが出てきたら不安になっちゃうかも。診察料が3000円もする。無料になるのは薬を買った時だけ。初診で一定しとタブレット越しで診察とか店に行く意味ない。 LINE しましたが、診察は個室でビデオ通話の診察でした。せっかく行ったのにビデオ越しじゃ、最初からオンライン診療をする方が自宅から受けられて便利だね。霊夢の言う通りね。しかもオンラインクリニックにしたら、イースト駅前クリニックの半額以下で AGA 治療が受けられるのよ。は、半額以下？例えばイースト駅前クリニックならフィナステリドミノキシジルのセットが9950円だけど、DMM オンラインクリニックなら1861円なのよ。ただしこの値段は概要欄に載せているクーポン適用時の値段だけどね。普段なら月3722円よ。それでも安い。まあね。でもせっかくならキャンペーン期間中にクーポンを使って、最初の6ヶ月は無料にした方がいいよね。それは間違いなくその通りだね。イースト駅前クリニックがタブレット越しで診察しているように、AGA の診断はオンライン診察でも十分可能なので、私は費用を安く抑えられるオンラインクリニックをおすすめするわ。駅前どころか、自宅からいつでも診察ができるしね。今回の動画はどうだった？このチャンネルでは薄毛改善の正しい方法を定期的に発信してるので、もし薄毛で悩んでいる人は、ぜひチャンネル登録をしてみてね。ではまた。